せーの、ガス涼香です。はい、本日はですね、こちらどこにいるかと言いますと、本日は東京の新居の方に来ております。まだ家具とかはね、揃ってないんですけど、お家の方をみんなと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速入っていきましょう。ですけど、今日はオフなのでこんな格好です。ごめんなさい、もういいの。はい、まず今玄関の方に来ているんですけれども、まずここにね、クローゼット、シューズクローゼットがあるの。下駄箱結構入るの。りょうがさ、靴持ってない、靴あんま持ってないんだけど、こんなにあるから、ちょっと靴をこっちに来たらめっちゃ今買おうっていう風に来た時から思ってる。ここはまあ靴はね、特に紹介したことないの、ここは。で、洗濯機がここなんだけど、見て、ここがコンクリになってんの、コンクリ。そして、まあ、ここに、ね、冷蔵庫を置くんですけど、洗濯機を置くんですけど、ここでこうやって物をやるっていう姿。まあ、ここもまあ、また家具が揃ったら見せるから、一旦こんな感じ。してですよ、まずこっちに、1扉ね、でこっち2扉あるのよ。じゃあこっちから行く、こっちから行こう。じゃあそれではオープン。じゃーん、ここはですね、洗面所になってるんですけど、またここポイント、ここコンクリ、ここはコンクリになってます。まあここなんですけど、まあここで私が、まあ、いつもこう顔を洗ったりするわけです。そしてこんな感じで、ここにも入れるとこがあるんですけど、ここは歯ブラシなんですけど、まあ、別に歯ブラシが2本あるとかそういうことは多分今後ないと思うので、まあでもここは歯ブラシね。でもお水も出るよっていう、まあお風呂場は普通ですね、うん、はい、こっちが2個目のドアで、今こっちだったんですけど、今次こっち、まあ、こっちはもうね、おトイレ、おトイレはもうなんか便座閉めなさい便座閉めなさい。誰、まあもうトイレも普通よ、お一人暮らしだから。はい、こちらがですね、メインのお部屋になっております。リビングですね。はい、では早速入っていきたいと思います。オープンザウィンドウ。物がないのですごい響いてるんですけど、まあこんな感じです。はい、ちょっと飛ばしてしまったんですけど、ここにキッチンがあります。こう入ってきて、ここにね、でここに、まあもうりょうかちゃんのお料理教室をやる場所がここにあります。なんで、まあここがシンクですね。私はもう料理をしたい、一人暮らしをしたら、だからもうここにはもう可愛くキッチン用具を置く予定であります。まずはこう下とかにいろいろあるんです。誰カバン入ってる。で、まあもう普通ですね、ここは普通のキッチンと変わらずっていう感じになってます。まあ普通、本当によくあるキッチンです。はい、そしたらですね、まずこちらに大きい襖があるんですよ。これ開けていきたいと思います。オープンザウィンドウ。じゃーん、こちらはですね、寝室かなになっております。もう一つね、お部屋がここについてるんですよ。で、私はここは寝室兼お洋服のお部屋にしたいなと思ってます。で、こちらがですね、まあクローゼットになってるんですけど、こちらね、こう今こうやって開けたと思うんですよ、こうやって。だけどこれ、で、こう場所を取らないって
ていう面ではすごくいいのではないかなと思います。そしてですね、なんと入るとここにさっきクローゼットがあって、ここに1個ドアがあるんですよ。これ何だと思いますか？開けます。じゃじゃーん、なんとこちらキッチンにつながっております。あ、でもう一個、電気どう？電気は、これは間接照明なんですけど、さっきお父さんがね、このライトを自分の向きに変え、自分の好きな向きにこれ変えられるんですよ。わかる？こうやってこういう風にこうやってわかる？ね、わかる？ちょっと変えれるのよ。で、変えれるじゃんと思った私は届かないという事件ですね。なのでちょっとこれ変えられないんですけど、こんな感じです。で、寝室も一緒のこのライトですかな、という感じなんですけど、まあまだ家具がね揃ってないのよ。家具が揃ってないので、まだちょっとあんまりどういう感じかっていうのはつかないんですけど、まあ、大体お部屋はこんな感じで、まあ、廊下は、まあ、ここは食器棚とかを置きたい。で、できればダイニングテーブルとかも置きたいなっていうふうにちょっと思ってます。ドレッサーとテレビとかも置けたらいいなと思ってるので、ちょっと私がお部屋を作り上げますので、次の動画は家具が揃っているお部屋でお会いできると思います。まあ、前回の動画でもまあいろいろ私がお一人で住むよっていうお話をしたと思うんですけど、まあワクワクっていう感じで皆さんも動画をお楽しみにしていただけたらと思います。次の動画はもう家が完成してるから、もういつになるか分かんないんだけど、もう家具はねちょっと注文してるの。だからもうすぐ届くんだけど、また届いたら皆様にお部屋紹介、ルームツアーしますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回は私の新居行ってみたよのコーナーでした。それでは皆さん次回の動画もお楽しみください。それではバイバーこれ編集しない方がおもろい説ある最後。